はい、皆さんおはようございます。ねえ、まだまだね、暑い日が続きますね。ちょっとこう目がね、やばいなと思ってさ、この間ね、ちょっと目がチクチクするから、名医者行ったんですよ。そうしたらね、若いね、まあ、最初行ったところはね、お盆明けということで、休館しててさ、で、しょうがない。あとね、その近くにあったとこ行ったのよ。なんか若いあんちゃんがいて、こうね、いや、そこ痛いんだけど、って言ったら、こう、なんか、左目が痛いっていうの、右目を見てさ、いや、そっちじゃないんだけど、いや、こっちも見ますみたいになってね。こう、まぶたの裏側が痛いっつってんのにさ、なんか、あ、これ、逆さまつげです、みたいな。ピンセットで、まあ、抜いてくれたらいいんだけどさ、全然違くてさ、で、じゃあ目薬出しましょうなんて、目薬くれたのよ。で、まあ、別にね、内容も確認しないでさ、なんか、もらったもんだからね、聞くもんと思ってやったけど、全然効かなくてさ、で、見たらさ、アレルギーの目薬なんだよ。これ、花粉症の時の目薬じゃないのと思ってさ、なんかさ、その薬局でね、その、処方されたやつで、薬局の人が、あれこれでいいのかなって軽く言ったらさ、ちょっと疑問に思ってるんだけど、まあ、しょうがない、今ね、アマゾンで、物もらいとかいうね、抗菌の中、買ったんで、まあ、そっちが治っちゃったらさ、やばいよね、そこの病院、まったく、まあ、ひどい目になってるな、ということで、まあ、ちょっとね、今日は余計な話なんだけどさ、この間ちょっとね、そのお金持ちの話をしたらね、結構再生回数伸びたから、そこにちょっと今日はね、第2弾ということで、皆さんさ、お金持ちってさ、付き合ったことある？意外にさ、付き合いがないと思うんですよ。例えば、ね、子供の頃にさ、まあ同じ学校にいてね、で、片やすごいお金持ちで、で、片や貧乏人で、ね、で、こう将来ね、大きくなったら、なんか、なんていうの？同窓会とかでさ、会って話するって程度はあるかもしれないじゃん。だけど、それと友達付き合いって基本的にできないんですよ。で、なんでかっていうと、経済的な、感覚が違うからなんですよ。だから、そこを見誤ると、要するに、自分がね、破綻してしまうってことになるんですよ。だから、まあ、一応僕もさ、まあ、ちょっとは持ってるじゃん。ね？持ってるよね？で、生活には困らないよね？まあ、税務署聞いてるとあれだけどさ、ね？僕はあんまり現金預貯金持ってないからね。大体不動産なわけじゃん。だから、まとまった金は持ってないけど、ね？毎月、なんとなくこう、生活できるくらいのお金は、ね？心配がいらないっていう感じなんだよね。で、まあ、そうするとさ、例えば、そうだね、まあ、今度ね、まあ、フィリピンにね、置いてある、まあ、スービックベイっていうところに置いてある、カマメトブヨットクラブってある、に泊めてある、ね、カマメト、あ、違う、スービックベイヨットクラブってところに泊めてある、まあ、ヨットにね、じゃあ乗り行こうぜって言った時に、誘う相手ってやっぱさ、ちょっと考えちゃったりするんだよね。で、今回はまあ、たまたま、ようやくね、船、相当なお金かけて直したから、まあ、それをね、どんな状況かを確認しながら、まあ、セーリングね、まあ、確認というか、写真ではいっぱい来てるからね、まあ、管理者もやっとってるんで、いいんだけども、まあ、そこに行くときにさ、例えば、参加費いくらですかって言われちゃうと、いや、わかんないよねってしか言いようないよね。だって、なんか、俺なんか行くとさ、ほら、ね、こう、例えば、飲み食いするんでも、まあ、せっかく行くんだからさ、なんかこんなの食おうぜとか、あんなの食おうぜとか、ね、せっかくだからさ、ね、シャンパン開けちゃおうぜとか、始まっちゃうわけじゃん。で、それって上限決めらんないからさ、例えば、まあ、今回もね、ちょっと、あるところに出張で行くんだけど、まあ、先方の方が気遣ってね、その飲み放題食べ放題付きのコース料理を用意してくれるって言ったんだけど、いやいやそれ勘弁してよと、ね、そういうの嫌いだからね、だからね、そうすると行く相手とかさ、その考えちゃうんだよね。だからそうするとやっぱりなんかさ、こう帰ってね、
誘っちゃ悪いよねってなっちゃうわけじゃん。だから、その誘っちゃ悪いから誘わないってことになっちゃうと、やっぱりそういうね、付き合いってなくなってきちゃうよね。まあ、例えば、そうだな、まあ、例えば、この間のね、その話をした時と、お金持ちのね、その準備するっていうところでいくと、まあ、例えば、ボートの免許ってさ、まあ、簡単に取れるんだけど、取っても、運転できないじゃん。だからみんなね、勘違いしてるんだけど、車の免許ってさ、ね、教習所通ってさ、ばーっと行って、で、最終的にはね、免許くれるわけじゃない？で、公道走ったりさ、仮免許でね、やるけど、ボートの免許ってさ、免許は取るのは簡単なんだけど、まあ、僕も一級のね、免許持ってるけども、取るのは簡単なんだけど、ところが、乗るとなるとさ、やっぱり、その、いろんなところにね、その、漁業のさ、網なんか貼ってあるから、普通に乗れないわけよ。でましてほら、ボートの免許で2日間、ね、2日間経って、本当に2時間くらいかな、ボートちょっと軽く運転してさ、で、免許くれちゃうから、そんなもんって、ね、その、外出たら大変なことになるんで、で、僕はまあ、まあいいか、今はちょっと会員じゃなくなっちゃったんだけど、横浜マリーナってとこでね、行くと、そこはね、自由に、その、東京湾の範囲は、移動できるのね。だから、ボートでさ、まあ、大きいものから小さいものまで、こう、ね、講師がついて教えてくれるわけよ。で、ある程度になったら、まあ、じゃあいいですよってなったら、最大のね、ボートを貸してくれるんだけど、まあ、それを練習するだけでも、そうだな、あれ、入会金だったな。結構な額ですよ。入会金結構払って、毎月3万くらい取れるのかな。で、それで、乗るときにはいちいちお金かかるから、だからボートを普通に乗れるまでになるのに、ね、なんだかんだ言ったってさ、2、300万かかるんじゃない？で、それで船買って、で、それで今度手役料とかなんかかかるよね。とね、結構なお金が出てくるんですよ。まあだから、ちょっとまあちょっと話を取れたけども、それで結局さ、じゃあ友達なんかとさ、じゃあバーベキューやろうぜとか、なんとかやるじゃない。そうすると、結局、その、ほぼほぼ僕が負担することになるから、なんかさ、なんか続かないよねみたいなことになっちゃうんだよね。でさ、例えば、僕の知ってる人でね、もう破産しちゃったんだけど、その人はね、結構金持ってる感じで、まあ、僕はサラリーマンの時代ね。で、まあ、奥さんもよくね、家族で、なんか、飯食いに行ったりしてたから、今度倉橋さんなんか買い物行きましょう、なんつって。で、私いいとこ知ってんのよ、なんつって。で、連れてかれたのよ。行ったらさ、まあ、蒲田にあるね、結構安い、なんとかな、お店に連れてかれて、で、その人はもう何から何までバンバン買うんだよね。それで、僕はさ、あんまりそういうのって好きじゃないから、スーツじゃあ一着作ろうなんつって、朝のスーツね、当時、ちょっと7万円くらいだったかな。で、それで作って、たのね。で、まあ、それしばらくね、着たことあるんだけど、僕はそれ一着しか買わなかった。でも、ね、そのご夫婦でさ、結構いろんなもの買ってて、で、それが家にいるのかなと思うくらいの品物なんだよね。で、帰りの間にじゃあ家寄ってさ、食事でもしてってよ、なんつって、で、家寄ったら、いやー、家の中すごいよ。もう、まあ、僕から見ると、ほとんどなんとかな、まあゴミに近いよね。だけど、彼らはそれなりのね、なんか、こう、価値観があるんだろうな。で、結局もう新築の家を建てて、で、人寄せをして、で、僕みたいなのもよくね、ご一緒になったりして、よくても、まあ一回しか行ったことないけどね、ご一緒になって、で、そういう家のものをね、こういろんなもの買ってみたいな形でさ、で、大体さ、その安いものをいっぱい買うっていう。だから、なんとかな、常に買い替えちゃうみたいなさ。まあ、例えば家の家具だってそうだよね。安っぽい家具買うからすぐ壊れるし、
で、結局それをまた今度処理、処分して、ね、新しく、その、安っぽいも買うじゃん。だから、まあ僕なんかとちょっと性格が逆っていうかさ、で、僕はね、なんでそういうふうの意識したかっていうと、まず、うん、そうだな、一番最初は、やっぱ、不動産の仕事始めて、で、お客さんで、まあ、そこそこの、ね、まあ当然住宅買いに来る、ね、住宅看板の会社だから、住宅買うくらいの、なんか、普通の人だけど、なんか失敗してない人を見ていて、で、この人たちを見てるとね、やっぱね、堅実なんですよ。だから、その堅実っていうものの延長にお金持ちっているんですよ。で、ね、例えば、その消費と投資の違いってことね。僕がさ、子供の頃に、すごい貧しい、と思っていた家庭があってね。で、うちもね、まあ当時は長屋みたいなとこ住んでたから、まあ当時ね、昭和30年代、なんていうのは、大体、貧乏な家族ばっかりじゃないですか。で、小学校に入っても結構もうなんかよたよたの家に住んでるやついっぱいいたんだよね。で、まあ、そういうエリアの中で、もうもっとひどい家に住んでて、で、友達からも結構馬鹿にされてたんだよね。それで、僕は別にそういうなんとかな、友達にこうなんかね、こう、色つけるようなことしないから、いつも仲良くね、楽しんでたり遊んでたりね、あと、山の中なんかね、彼は結構詳しいから、一緒に虫取りに行ったりとかしてたんだよね。それでさ、3年生の頃かな、引っ越しましたっていう話になって。で、学区はね、変わらなかったんだよ。で、よかったら倉吉くんね、うちに遊び来てよなんて言うから、まあまあ、あんまり期待しないでさ、行ったらね、ドーンとした家でさ、いや、びっくりだね。だからやっぱりコツコツお金貯めてたんだな、っていうようなことを見てさ、あ、やっぱり家って大事だなっていうふうに思ったんで、まあ僕はね、まあ最初はマンションだけども、まあ家買ったよね。でさ、金持ちってさ、大体家持ってるよ。うん。でさ、家どころか、まあ、いろんな不動産持ってるよね。でさ、こう見てると、その、あんまりさ、その、ね、ブランドとかにこだわらないね。で、僕はまあ、前にも話したかもしれないけど、ね、陶芸教室帰ってて、で、それは何かっていうと、まあ、ちょっとね、文化的な事業を、まあ、前職の会社で始めたときに、僕がいろんなところに声かけて、で、陶芸のね、発表会やってくださいみたいなことやって、で、それで来た人の、そのところに僕が、ね、よかったらね、陶芸やりませんかなんつって誘われたから、まあ、趣味の一つとしてね、始めたんですよ。で、それは何かっていうと、その当時は釣りが結構好きで、で、釣ってきた魚あんまりさ、大きくないじゃん。そうさ、あんまり皿がでかいのもなんだから、自分の釣ってきた魚に合わせたような皿作りたいって、ただそれだけでね、陶芸教室行ったんだけど、もう前にも言ったかもしれないけどね、陶芸教室二通り。めちゃめちゃ金持ってる人か。ね、なんか一生懸命頑張って、陶芸でなんか、その、収入を得ようとする人か。の二通りだね。でさ、かたやこっちのね、その、もう一生懸命こうね陶芸のこうものを作ってねお皿とかそういうのを作ってで売ろうとする人たちだよね。そうさまあ技術もあるしなんだかんだそのまあ多少のお小遣いにはなってたんだよね。でもさもう金持って暇な人たちって力任せにでかいものを作ったりさしちゃうんだよね。そうするとやっぱりこの展覧会みたいなね、まあ、発表会もやったし、そうすると、そのでかい方がさ、やっぱり注目浴びちゃうんだよね。で、ひょっとするとそれ売れちゃったりするのよ。っていうようなことで、で、まあそこで、まあそういうお金持ちの人たちとね、まあ、友達関係っていうかね、が始まって、まあ年は全然僕より上だったけど、まあたまたま僕はほら、車の運転できるし、ね、まあ、時間的にもね、要するに、平日にね、休みだからって言うんでさ、よく一緒にね、
その峠の方たちと、食事行ったりね。で、ほら、まあ、別荘とか連れてかれてさ、行ったんですけど、まあ、その人たちってね、やっぱりね、すごいなと思ったのは、物買うときに、消費が見ないんだよ。うん。で、結構ほら、僕なんかお金持ちって言うとさ、ね、まあ、その頃だよ。その頃は、ね、こう、ブランド物持ってさ、みたいな、シャリシャリした感じの、ね、人と思うじゃない。ところが、そんなことないですよ。持ってるものは持ってるけど、ね、別にそんなにこだわってないですよ。いいと思ったから買ってるだけで。ね、そうじゃなかったら、別に普通に、安いものでも平気で買うんだよね。で、ね、まあ、熱海の花火大会行った時にね、店入ってさ、で、3人、4人くらいか、で行ったんだけど、ね、したら、これいいわね、なんつって、これちょうだいなんつってさ、当然そんな高いもんじゃない。でも、もう見ればわかるんだろうな。お勝負だ見ないですよ。で、安いとか高いとか言ってこないですよ。だから、そういうね、人たちって、世の中にいっぱいいてね、まあいっぱいというか、僕なんか見てる範囲ではいるわけじゃん。で、僕それを結構ね、見てきたから、なんかね、自分もそういう風になってきたね。でね、その人たちタバコ吸わないですよ、まず。だから僕、27でタバコやめたんだけど、要するに、金持ちでタバコ吸ってる人見たことないもん。うん。で、あとね、まあ、さっき言ったように、最近さ、なんていうの、Facebook とかさ、見てると、なんかチャチャレした感じで、ね、家でホームパーティーやったり、なんか、やってる人たちいいんじゃん。あれは金持ちの範囲にならないと思うよ。消費が多いもんね。で、金持ってる人ってね、地味ですよ。うん。正直言って、派手な人あんまり見たことないね。うん。で、大体派手な感じの人に限って金持ってない。うん。っていう人が多いね。でさ、これね、まあそういっちゃなんだけど、所得別に、多分、なんとかな、こう、生活圏っていうのが違ってくるんだと思うんだよね。まあそういうとなんかね、聞きづらいかもしれないけども、ね、あ、チャンネル登録消さないでね。結構、そういうこと言ってさ、チャンネル登録消すやついいんだよ。別にさ、いい悪いじゃないんだよ。ただ、世の中そういうもんだっていうことをね。だからさっき僕が言ったように、やっぱりさ、じゃあ食事行くときにさ、まあ、今まで僕一番最高に高いのが、一人4万5千くらいかな、うん、のところだけど、まあ大体、まあ、普段行ってるとこっていうと、やっぱりせいぜいね、8000から1万5000くらいの間で、ね、食事してるわけじゃない？で、だけどさ、一緒に飯でも食うよなんて言ったときに、いや、それ高いなってなっちゃうと、なんかさ、悪いじゃんってなっちゃうから。だから、僕は割り勘ってあんまりしたことないけど、まあ、だいたいご馳走するかご馳走されるか、みたいな感じじゃない？で、だからね、結構そういうことで見てみると、やっぱお金持ちの人ってさ、やっぱり、こう、いざ使うときにパッと使うよね。で、もう一つ、消費と投資の違いってこと。だから、大体、まあ僕なんかもそうだけど、物買うときってさ、ね、まあ僕の場合はどっちかっていうと不動産に偏りすぎてるんだけども、買うっていうと、まあ不動産じゃん。で、あとは、今クラシックカーなんかも買ってるよね。クラシックカーってか、ヒストリックカー買ったりね、してますよね。で、これはさ、将来ね、まあまあ、ある意味で、まあ、商売的な価値っていうか、出てくるわけだよね。ごめんなさい。で、不動産もそうじゃん。買ったらさ、家賃が入ってくるよね。っていうので、で、あと、今、ね、この町おこしみたいなことでやってるのも、要するに、こう、なんとかな、地域の文化っていうかね、意識を持ってやってるよね。で、だけどさ、貧乏な人ってさ、なんか、こうしたら儲かるって言うと、やってみてしくじるみたいな。ね、かぼちゃの場所もそうだね。ちょっとした、まあ、コリコな人が、だと思うんだけども、それをさ、
ね、騙されてね、物件買っちゃうみたいな。で、それは何かというと、損得勘定になっちゃうんだよね。で、基本的に損得勘定で儲かる人っていないと思うよ。うん。例えば、ね、金持ちがなんで貧乏人嫌いかっていうと、なんか、こう、寄ってくるじゃん。で、だから、嫌なんだよ。わかる？何されるかわかんないから。で、だいたい僕のところに焦げそうなの来る人で、やっぱり、こうね、まあ、この辺の人もそうだけども、ある程度の資産がある人っていうのはね、やっぱりさ、どこに相談していいかわかんないわけじゃん。で、銀行に相談に行ったらさ、むちゃくちゃいろんな営業かけられちゃったりね。まあ今銀行もね、大変だからさ、必死になってるわけだよね。だけどここにはさ、ね、例えばそこに提案してる人って、本当に金持ってる人いないじゃん。うん。結局仕事でね、やってるだけだから。ね、だから、なんとなく、自分のためじゃなくて、その会社のために動いてるみたいな。ね、だから、なんか嫌なんだよね。で、かといって、じゃあ、ね、いろんな専門家みたいな、ね、とか聞くじゃん。その専門家に聞くとまたいろんなものを買わされたりし、ね、しそうになるから、もう、とにかく、もう、やめようと。で、大体、金持ちみんなそう。でね、僕の、まあ、こう聞いてるといけないかな、だけど、うん、ある方はね、うん、とてつもない資産家なんだけど、もう、現場で、ね、仕事してて、で、子供も、まあ、家庭内志向業みたいな仕事してるんだよね。で、それで、家も借地だったの。ね。で、僕もそこの借地の家に呼ばれて、まあ実はいろんな相談を受けたんだけど、それは何かっていうと、僕のね、賃貸トラブル110番って本を読んで、で、ちょっとこの人に相談してみようかなっていうんで、息子さんを介して僕のとこ来たわけ。で、それからね、お知り合いになってもう、何年のお付き合いだろうな。20年くらいのお付き合いですよ。うん。で、まあ、そういう形で、まあ、そのお父さん結局亡くなっちゃったんだけど、その方もね、要するに、地道な感じで、で、お子さんも地道になって、で、ただ、その方がちょっと脳梗塞かなんかで倒れて、で、お子さんが、に対してね、いや、実はよっていう話で、見たらドヒャーですよ。うん、で、結局、まあ、その方がサラリーマン辞めて、自分のね、資産管理会社を引き継いだ形にしてね、まあ、いろいろとご相談に乗りながら、相続対策の仕事をね、僕はやらさせていただいて、ね、いう方でしたね。うん、でもね、いや、大体ね、見てるとそんな感じよ。で、贅沢はしてるんだよ。ね。してるんだけど、表に出さないですよ。バカじゃないんだから。うん。まあ、僕なんかもそうだよね。まあ、せいぜいさ、ヨットぐらいの話はするけどさ。ね、かといって別にね、贅沢してるわけじゃないけどもさ。うん。ね。そんなとこ引き出して、何になるのっていうふうになるよね。うん。だから、普通はそういうのね、表に出さないですよ。うん。だから、大体、その、目的が何なのって話だよね。なんとなくさ、まあ、この間もね、どっかのあれで見たけど、ね、結局、なんとの、この SNS で、なんとか、こう、常にさ、ね、金持ってるような雰囲気を作りたいがためにね、洋服レンタルでさ、借りてさ、写真撮ったら返すみたいな。バカだよね。だから、そういうね、消費と投資の違いなんだよ。だから、金持ちって、やっぱり、消費っていうのは、ね、当たり前だけども、収入、ね、以上の消費しないし、ね、まあ別に借金もしないし、ね、で、結構質素な暮らしにしてるけど、どんどん投資をするから、ね、資産が増えていっちゃうわけじゃん。だから、もうすごい簡単な話なんだけど、収入を超える支出なんか絶対しないわけですよ。で、その癖をつけながら、今度、支出を、減らしていく減らしていくっていうのは、比率だよね。じゃあ、同じ年間ね、じゃあ、例えば、支出で500万、ね、使ってたりも、
例えばそれ600万だったら100万残るし、それが800万になれば300万残るし、1000万になれば500万残るわけじゃん。っていうことで、支出を上げないんですよ。だから収入が上がってくるから、どんどんお金が貯まるみたいなことですよ。まあ、これはね、普通の人が億万長者になれる方法っていうね、の、あの、22日、8月22日に、Amazon で、発売されます。で、もうすでに予約が入ってて、なんかね、この間のデータ見ると1800冊くらい売れたみたいなんだね。だから、今回はね、初版3000部くらいだから、まあ、結構いい感じで、ね、予約の段階でそこまで来てるんで、いい感じになるんじゃないかなと思ってるんだけども、そこにね、ヒントが書いてありますよ。だから、皆さんね、この、SNS とかさ、その、いろんな目的があるよね。で、その目的でさ、その、見るとね、なんか、一気になんかお金持ちになるみたいなさ、あと投資はこうだ、みたいな言ってるけど、何のためにそれやってるのかなっていう。結局、なんかさ、そのサロンとか、まあそういうところに連れてきて、ね、毎月定額でお金取るとかさ、まあ、そんなことし、な、目的なわけじゃない？で、それ乗っちゃったらさ、結局それお金取られるだけじゃん。この間、面白い方がいてさ、ね、いやね、200万、200万年会費取られて、で、なんかわけわかんない、その、地方の物件を、ファックスで送ってくるだけのサービスで、結局1年でやめましたって言うんだけどさ、それ、すごいよね。で、そんなサービスなんてさ、別に誰でもできるんだけど、なんか知らないけど、ね、なんか地方のどうしようもない物件ばっかり送ってくんだって。で、ね、そんなことしてたら破綻するよねっていう話になって、で、僕のところ来てさ、これどう見ますかって言うから、全部ダメでしょって言ったんです。で、200万無駄でしたかね、絶対無駄だよねっていう。ね、いや、そういうさ、なんていうかな、新手の、なんかね、ことをやってる、会社っていうか個人みたいなのはね、いっぱい出てきててさ、ね、やっぱり、皆さん、本当にね、お金持ちになりたいんだったら、まず、ね、何をしたらいいかってこと。で、それは何かっていうと、簡単なことだけども、ね、要するに、収入を上げることですよ、まず。で、その収入を上げるってのは、じゃあサラリーマンでそんな収入なんか上がらないじゃないですかって言うんだけど、ね、別に、僕は、まあ、不動産投資をくっつければ収入上がるわけじゃないっていう。ね。で、それで、支出を上げない。うん。で、ある程度、その、支出を抑えて、ね、預貯金ができたら再投資するっていうこと。だから、それを繰り返しやることで、結果的には、ですね、その、将来、ね、お金に困らないような形になるわけじゃない。うん。だからやっぱり、そのね、焦っちゃダメだね。うん、やっぱ地道にコツコツとね、っていうのは僕が一番いいんじゃないかなと思うんだよね。ね、まあ、お金持ちと貧乏人の違い、いっぱい見てきてんじゃん。お金持ちも最近はすごくいっぱい来るから、ね、まあ、まさかここで言うわけじゃないけども、まあ、いろんな人を見ていて、やっぱり、やっぱりさ、資産が多いか、所得が高いか。うん。で、所得が高いから資産が増えたか。みたいな人が、やっぱり僕のところ来るよね。で、今後じゃあどうしたらいいんでしょうって言った時に、ね、まあ、いろんな手があるからね。まあ、それでじゃあこうしたらいいんじゃないのって言って。で、なんかさ、もう不動産を売却したとか、会社を売却した人っても結構来てて、で、これどうするのって時に、ね、じゃあ、資産の組み替えしかないよねって話で、まあじゃあこうしたらいいよねっていう話をね、させていただいたり、あと、地方の人はさ、やっぱり地元で、ね、不動産投資なんかできないわけじゃん。で、その場合は、やっぱり、ちょっとね、作戦があって、首都圏で不動産投資ができる仕組みをね、うちは今考えて、皆さんにそれ進めてるのよ。だから地方の人も結構ね、首都圏の物件変えてますよ。うん、だから、まあそういう、なんか、地方圏でさ、あんまり地元で不動産投資ちょっと危険だなと思う人は、まあ一声かけてもらって、なんならね、
三崎塾本陣に泊まっていただいて、それでは僕がコンサルしてみますよ。なんてことをね、やっているわけですね。やっぱりね、お金ってさ、持ってればね、幸せってことじゃないんですよ。やっぱり、ね、ただね、あったら、ほとんどのことは、不安から解決できるね。だから、不幸にはならないよね。っていうような、ことを考えると、結構ほら、批判する人いるけど、やっぱり、それさ、ね、単にその、なんていうの？儲けた感じじゃないんですよ。で、コツコツ計画して、やってきたから今があるわけで、で、それをさ、なんか知らないけど、ね、非難する人いるよね。で、それ自分努力してないってことなんですよ。だから、努力しないで人のことをね、非難する人たちいるけど、それをね、貧乏人根性っていうわけ。で、貧乏はね、脱出できるけど、貧乏人根性っていうのは、脱出するの大変だよ。だから、ね、この動画を見て、ね、登録を消すんじゃなくて、嫌だと思っても、ね、ずっと見続けるということになると、まあそこそこお金持ちとの付き合いがさ、続くわけだから、ね、いろいろ参考になることあると思うんで、まあぜひ、ね、チャンネル登録して、ね、コメントにもね、入れていただいて、何か質問あったらね、質問していただければいいんじゃないかなと思います。まあそういうためのコミュニティなんで、ぜひね、楽しんでいただきたいと思います。それではまた。